2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたよ。北朝鮮は言うなれば世界の目の上のタンコブだからな。何かしらの対策を継続的に行う必要があると思うぜ。そうだね。さて今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視に向けてニュージーランドが P3K にオライオン対潜哨戒機を派遣した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P3K にオライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事することになったよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているけど、ニュージーランド空軍の P3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコックピットを採用した近代化版と言えるよ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇っているな。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲撃機、マーク、41垂直発射システム VLS16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているらしい。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦ユーギリと合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたわけだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるね。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリア、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており、新たな動きと言えると思うよ。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだね。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているんだ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろうな。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われるぜ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているわけだ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、
中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうね。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたよ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘。北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているぜ。さて今回のニュージーランドからの P3K にオライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク旧フリゲートバイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるんだよね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だよ。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうね。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたぜ。それはブランデンブルク旧フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているらしい。かつて20年前の2002年にブランデンブルク旧フリゲート4番艦のメクレンブルクフォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク旧フリゲートの4番艦ラインラントプファルツは中国の青島に寄港した過去があったな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるんだけど、いかがなものだろうね。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談を実施したね。ここでは、導入が中止されたイージスアショアの代替として建造が計画されているイージスシステム搭載艦の1隻あたりの建造費として、3371億円を計上することが決定したと発表したぜ。さて今回はそんな2024年度予算案で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦に3731億円を計上した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回予算計上が決定されたイージスシステム艦については、1998年北朝鮮のミサイル発射実験において、テポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件に端を発していて、この事件によって日本の領空の安全が脅かされると判断した防衛省では、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備している、パトリオットミサイルによって対処する体制を整備したんだ。
しかしこれはあくまで当時の現有装備の最大活用という対応でしかなく、特にイージスシステム搭載護衛艦については、BMD バリスティックミサイルディフェンスミサイル防衛のための、パトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が著しい南西諸島方面への展開や必要な連動を維持するために必要な訓練の時間が確保できなくなることが懸念されていたぜ。このことから北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルの BMD 任務専従となるべく、イージス艦におけるイージスシステムをそっくり陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決定され、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージスアショアの導入が決定されたってわけだ。防衛省は秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージスアショアは、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備を反対する地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省が導入計画の中止を発表したよ。それを受けた日本政府は、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 とイージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに活かすべく今回のように地上の制約を受けない、洋上の艦艇もしくは建築物などへ搭載して転用することを決定したんだ。洋上への転用についてその方法についての議論がなされ、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築して、そこに配備するオイルリグ型の3つの洋上案が検討されたけど、敵の攻撃に対する防衛や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となったね。2020年12月18日に日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についての閣議において、ANSPY-7 とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを閣議決定したよ。このイージス武器システムベースライン J7B は、海上自衛隊が運用している最新のイージス艦であるマヤ型護衛艦で運用されている、ベースライン J7 の改良型で、このシステムにアメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン Q-C2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD-5.1 が統合されていて、さらにオープンアーキテクチャ化イージスコモンソースライブラリーすることによって、今後アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新しい機能を利用することができるとされているな。イージスシステム搭載艦の設計においては、弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの多種多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、24時間警戒体制が可能になるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、超音速で飛来するために迎撃が困難として大きな脅威となっている極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用など、将来的に開発されるであろうと考えられる装備品の運用を、わずかな改修で可能にできるような拡張性など、様々な要素に対して総合的に考慮された上で、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることとされているぜ。イージスシステム搭載艦の主兵装には、艦対空スタンダードミサイルスタンダードミサイル SM3 や、弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応可能とされる SM6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を攻撃するための反撃能力として、射程延伸回収の後に導入が予定されている1-2式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だね。
これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に搭載される垂直発射装置 VLS は200セル以上とされ、これはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南昌級駆逐艦の112セルを大きく上回り、水上戦闘艦としては世界最多となるんだって。今年8月に実施された概算要求において出していた、1隻3797億円の概算要求がほぼ認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたっては、物価高や円安の影響で膨張している防衛費抑制のために、実効的なプロジェクト管理体制を構築して建造にあたることとし、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めたよ。イージスシステム搭載艦に搭載するレーダーなどの装備には、ANSPY-7 イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同抗戦能力 CEC が搭載される予定であるが、その搭載レーダーの白紙化の検討を求めていることについて、様々な憶測を呼んでいるらしい。マヤカタ護衛艦に搭載されているレーダーは ANSPY-1DV あり、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 ANSPY-6 が導入されていることから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が以前から上っていたな。しかし、防衛省ではオージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を採用する理由として、性能面において SPY-7 と SPY-6 との間に大きな差はないことや、実射試験や維持運用に必要となる経費を含めた経費総額で比較すると SPY-7 の方 SPY-6 よりも安価となること。現時点で SPY-7 を SPY-6 に変更した場合には調達スケジュールにおいてさらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY-7 の導入予定に変更がないことを強調しているぜ。それでも疑問視する声の中には、これらの防衛省の主張は全てが後付けであって、陸上のイージスアショア用として ANSPY-7V1 に機の購入をロッキードマーケン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかかった経費700から800億円が回収できなくなるからではないかと憶測する声が上り、防衛省としてはもはや ANSPY-7V1 を選択するより他には道がなかったとする見方が広がっているようだな。財務省側から発信された搭載レーダーの白紙化発言は、この防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存の SPY-1D や SPY-6 などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないかと見られているね。また軍事専門家などの間では、近年における海上自衛隊の慢性的な人員不足について触れながら、1艦あたり240人とされる乗組員の確保が難しいとの指摘が出ており、地上配備で人員が少なく済むイージスアショアの導入を再検討すべきだとする声も上っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられているね。避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたい。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国だね。今回は日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だけど、ここに日本が建造物を作るのか？
という件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員で、今やタカ派として名高い高市早苗だけど、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の、一人として同世代の女性からの支持も多かった人物だね。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組み要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたから、女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇の置先候補として必ず名前が挙がった。小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、当然この方も女性たちの憧れの的になっていたようで、皇太子妃と決定した時にはせっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていたね。さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺移転、河合克行がいて、また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたみたい。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名で、いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだね。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だな。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だが、そう思っていないのが中国で、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられており、その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したわけだ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したぜ。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土で、1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だね。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だけど、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したんだけど、何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよ。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と日本国内の期待が高まった時期もあったんだけどね。ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだ。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思うが、これは当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、
これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたわけだ。ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相で、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだな。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたんだろうな。国防国防とお題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったよ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないし、日本のものは何もないからという理由もあるようだね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだと思うよ。高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘したんだ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍艦のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見で、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだろうね。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしいな。平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じられるぜ。日本が頼るアメリカだが、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているな。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるのだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法ということだな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたらしいね。現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるし、こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があると思うよ。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン安と中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場で、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見なんだろうし、賛成意見も多いみたい。試験だけど、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。